最近見たんですけど、貧困家庭が何を食ってるかみたいなやつで、貧困家庭ほどマヨネーズとインスタントラーメンを食うんですよ。で、僕マヨネーズ嫌いじゃないんですけど、うちマヨネーズないんですよ。そのうちの奥さんがマヨネーズあんまり好きじゃないっていうせいで、マヨネーズ、僕一人暮らしの時代は買ってたんですけど、そのマヨネーズを使わなくなってしまったので、結局そのほらサラダとかを作ってもマヨネーズそんなに好きじゃないっていうか、マヨネーズ使わないじゃないですか。そうするとめっちゃ余るんですよ。なのでマヨネーズを買わなくなってしまったんですけど、であとね、即席ラーメンってのパスタの方が美味しくない？ほら、即席ラーメンってさ、まあ30円ぐらいだと思うんだけどさ、安く買ってね。で、パスタってさ、1キロとか買ってさ、180円とかで買えるじゃん。だパスタの方が全然安いと思うんだけどね。で、なんか適当な野菜を炒めるとかさ、なんか塩コショウでもいいしさ、まあソース買ってもいいんだけどさ、パスタの方が全然美味しいんじゃねって思うんだけど、手間かかる。いや、手間っつっても10分でしょ。10分の手間を惜しむほどお前ら忙しくないぞ。かけてもいいけど。札幌一番が特徴で食べたくなる。あ、だから僕、ただ、僕ね、カップラーメン好きなんですよ。日本にいる時にカップラーメンをわざと買うんですよ。で、食べて、ああ、やっぱカップラーメンって美味しいなっていうのをやるんですけど、はい、すいません。本当にすいません。いや、大丈夫ですよ。間に合ってるんで大丈夫です。本当間に合ってるんで大丈夫です。全然間に合ってるので、後日すいません。お疲れ様です。おやすみなさおやすみなさい。はい。い。